正しい光栄武器の使い方教えます。はい、どうもこんにちは、リオラです。早速質問なんですが、皆さんは光栄武器使うの好きですか？当然ながら好き嫌いは分かれると思うんですけど、僕はめちゃくちゃ好きなんですよ。まあ、光栄武器の中で特にやっぱチャージャーが人気やし楽しいと思うんですけど、まあ、スナイパーってかっこいいし、爽快感はすごいし、使いこなせたらすごく楽しい武器なんですが、まあ簡単ではないと。難しいんですよね。これはチャージャーに限らず、光栄武器の使い方を理解するのは全部難しいです。ガチマッチに潜ってると 99% の光栄使いは基本の木の字もできてないです。それはなぜかというと、まあ、できていてもそれが正しいと認識せず無意識に行っているので、できてる時とできてない時があったり、正しい解説動画を上げてる人が非常に少ないので、まあ、どこで基本を学べばいいかわからないっていう状況ですね。解説動画を上げてくれてる人はいるんですけど、そういう人たちはもう無意識に基本をやっちゃってるので、基本を知らない人たちにとってはあんまり参考にならないってことなんですよ。というわけで今回はほとんどの人ができてない光栄武器の正しい役割とか立ち位置、立ち回りについて基本から解説していこうと思います。まずほとんどの人が間違えてる前提について話すと、光栄武器は前に出ないと弱いです。光栄なのに前出るんと思った方もまあいると思いますが、これって実は当たり前のことなんですよね。よくよく考えてみてほしいんですけど、超安全、誰にも狙われませんって位置から構えてちまちま狙ってるチャージャーと、前に出て射線を作りまくってバンバン抜こうとしてくるチャージャー、どっちが怖いですかっていう話です。どっちが嫌ですか？これはチャージャーだけに限った話ではないです。届くかがわからんぐらい後ろから、まあ、ちょろちょろ打ってるスピナーとか塗ってるだけのエクスとか、何にも怖くないですね、敵にしとって。そもそも4対4のゲームで敵に狙われない安全な位置にいるってことは、自分が狙われない分その分味方が狙われるので、キルを取ってあげないと味方にとってすごく負担なんですけど、誰にも狙われないような後ろの場所にいるのでキルも取りづらいと。何がしたいかわからない状況になってますよね。安全地帯でキルも取らない、ヘイトも稼がない、何がしたいんやと。なら若葉シューターで自陣ぬりぬりしてアーマー履いてくれてる方が100億倍マシです。まあ、でもこれを言うと次におそらく多くの人が思い浮かべる質問が、でも前に出たら死ぬじゃん、デスしたらもっと味方負担じゃん、それはどうするのっていうことだと思うんですけど、まあそここそが上手い人と下手くそな人の差が出るとこですね。光栄武器が上手い人っていうのは、前に出るタイミングで自分がデスしないギリギリのラインを見極めて、そこまでしっかり前に出てキルを取ったりとか、敵に圧をかけたりとか、味方のカバーをしたりとか、ヘイトを集めたりしてチームに貢献します。もちろん自分がデスしてないギリギリのラインっていうのは、敵や味方の位置関係で常に変動するので、それもしっかり理解して、その変動に合わせて自分の位置も常にコロコロ変えます。上手い人はタイミングによっては遮蔽物とかを使って本当にギリギリまで前に出たりするし、同じところにあんまり居座りません。ステージの構造上とか、まあ、編成的に同じところにいるってことはあると思うんですけど、上手い人はポジションを変えるのがすごく上手です。ちなみにこの自分が死なないギリギリのラインっていうのは、エイム力とか判断力の向上で変動します。エイム力とか判断力があると、詰めてくる敵とか急に出てくる敵に対して適切な対応ができてデスを抑えることができます。逆にエイム力がないと、エイム力とか判断力がないと敵に対して当てれなかったりとか、適切な判断ができずにデスしてしまうということですね。まあ下がるべきタイミングで下がれなかったりとか、詰めなくていいタイミングで詰めちゃって死んじゃうとかってことですね。まあでも実はこのエイム力とか判断力に関しては、光栄武器だけじゃなくて、前線武器とか中衛武器にも当てはまります。まあ、つまり、打ち合いをするスプラトゥーンというゲームにおいて、エイム力はとても重要ということです。まあ、ただし前線武器とか中衛武器は、まあ、必戦、ブラスターやったりとか、まあ、塗り枠といった武器によってはエイムをごまかしたりできるので、そこまで重要じゃなかったりもするんですけど、光栄武器でエイムをごまかせる武器はないので、チャージャーだったらしっかりと当てないといけないし、スピナーもしっかり敵に対して OEA も当てないといけないし、X も90ダメージを与えるエイム力が必要になってきます。まあ、つまり光栄武器は前線とか中衛に比べてエイムが強さにそのまま直結しやすいです。まあ、ただ、解説動画でエイム力が足りない、エイム力を上げろっていう解説をしても、まあ、解説する意味がないというか、まあ、誰がこの動画に満足すんねんって話なので、別の場所に焦点を当てて、まあ、光栄武器で前に出る方法とそのやり方についてお話ししていきたいと思います。まあ、一番いいのはエイム力しっかり上げることなんですけど、まあ、それじゃやっぱり時間がかかると。エイムを上げるよりは時間がかからず、前に出る方法として一つあるのが、広い視野を持つということです。ちょっと待ってください。いや、視野を広げるのが難しいなって言って動画閉じようとした人、ちょっと待ってください。めちゃくちゃ簡単に視野を広げる方法も教えます。その前に視野を広げることの意味を話します。視野を広げることによって、
敵がどこにいるのか、何をしようとしているのか、どこを向いているのか、味方がどこにいるのか、自分との距離は、など様々な情報を得ることができます。味方がいる少し手前までは出ても大丈夫という判断ができたりとか、逆に味方のラインが低いということは、自分も下がらないとっていう判断ができたりしますよね。あとは塗り状況から、ある程度敵の位置を補足できたりもします。そう、ここでそうですね。さっきも言った通り、皆さんが知りたいのは視野を広げる方法だと思うんですが、視野っていうのは、基本的には、自分で広げようと意識して広げていくものなんですけど、AM 力を上げるよりは簡単とはいえ、まあ、それも多少時間かかってしまうと。ただめちゃくちゃ簡単に視野を広げる方法があるんです。それは敵のサイドを取るということです。図で見るとわかりやすいので図で解説していきます。敵が正面に4人配置されているとします。自分が中央から前に出た場合、左右両方警戒しないと、まあ、挟み撃ちにされてしまうので大変なんですよね。じゃあサイドから展開した場合はどうでしょうか。どうですか。自分にとって前方を見てるだけで敵全員の位置が補足できるんですね。しかも先ほど言った敵に挟まれる心配もないんですよ。このようにして簡単に敵の位置を見つけることができます。しかも少し後ろを見れば味方の位置も全体的に見渡せますと。視野の広げ方についてより詳しく知りたい方はぜひ概要欄からこちらの動画も見てみてください。の視野を広げる上でとても便利なサイド展開なんですけど、実はメリットはこれだけではありません。先ほど言った後衛武器はエイム力が必要っていう話なんですけど、サイド展開すればエイムが簡単になります。なぜかというと、敵が正面から行った味方を警戒している時であれば、あなたの横からの攻撃には警戒してない時が多いからです。正面からどっしり構えてるチャージャーの警戒は誰でもすると思うんですけど、他の敵を警戒してる時とかに、サイドからいきなり抜かれたらびっくりしますよね。しかも、バレずに行けば警戒もされにくいと。もしそこで外してしまったとしても、敵は正面と横両方警戒しないといけなくなって、まあ、状況的にすごくきつくなって、まあ、こちらの前線が、サイドと正面を維持してるだけで、じわじわと上がっていくんですね。上手い後衛の人はね、敵をびっくりさせます。サイドから展開するのにはメリットしかないんですよね。ただ、まあ、だからといって、よし、じゃあ分かったっつって、脳死でサイド展開するのはやめてください。サイド展開する最大の意味は、味方と車線を被らないようにして、敵を囲い込むというところにあります。つまり、味方がサイドから展開してたら、自分は正面から行って車線を通すという判断をすることが大切です。後衛武器だからといって、味方の後ろについていったらいいと思ってる方が結構多いんですけど、今日この動画を見て考え方が変わったかなと思います。むしろ後衛武器だからこそ、前に出て射程を使って、敵に対して圧をかけたりとか、一方的なキルを狙うのが大事ということです。さて、ここまで話してきましたが、僕のチャンネルの動画をね、普段から見てくれてる方ならもう気づいてると思います。そうですね。前線であろうが、中衛であろうが、後衛であろうが、やることは、一部特殊な武器を除いて同じなんですよ。よく前線と後衛じゃ立ち回りが違うっていう人がいるんですけど、そんなことはないです。ほぼ一緒です。違うのは、潜伏とかを使って体を隠して戦うのか、体を晒したまま戦うのか、それと、立ち回りではなくて立ち位置ですね。前目なのか少し後ろなのか、その違いです。結局、敵を味方と挟み込んで追い詰めていく追い込み量ってことなんですよ。ということはつまり、逆に敵に囲まれてしまったら、その状態を維持しようとするんじゃなくて、速やかに後ろに下がって、展開し直す必要があるということです。はい、というわけで今日のまとめですね。後衛武器だからといって後ろでイモらない。ラインを見極めて限界まで前に出る。サイド展開することによって視野を広くする。味方とは違う車線を作ることを意識する。この4つができるだけでかなりガチマッチの後衛での勝率が上がると思います。この動画が少しでもためになったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントで感想等を書いてくれると嬉しいです。というわけで次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。